すごい。わあすごいわ。極端な話すると G もかからないというか、うん、極端な話ですよこれは、うんうん、AMGGT でしたっけ。そうですね。とバトらせたわけですよね、うん、そしたらタイムがなんと込みです。ケーキです。車ちゃんです。リアルですね。今日は生音ですよ。今日は生音で生音でやっていくと、生演奏で生演奏もう、ね、後ろから聞こえましたけどね。なるほどね。本物がありましたけど、はい、ということで、はい、本日はトムススープです ね, ですね、はい、じゃあ行きますね。はい、じゃあ合流加速ということで、合流加速をします。ちょっとねスポーツモード、いや多いな車が。おおすごい。わあすごいわ。僕らね RZ、はい、で SZR、はい、乗らせていただきました、ね、違う乗り物ですですね。パワーの出方 ね, ね、うん、あのねパワーの出方がねもう全く違いますわこれ、うんうんうん、誰が運転しても分かるぐらいのパワーアップ、うん、パワーアップしてますね。全然違う。あの今のもほとんど踏めてないですけどすぐね、うん、あれですよ、うんうんうん、まあ、あの同じ踏み量でスープラね、それこそ RZ、うん、これ RZ の あのトムススープラですから、はいはい、チューニングですから、はい、あのそれ基準でね直六3リッターターボ、うん、はい、これ基準で考えて今踏んでみたんですけど RZ の感覚で、うん、もう全然違います。全然違いますね。あの本当に多分ね今4000回転ぐらいしか回してないかな。うん、でもそのあたりでももうパワーの出方が、うんうん、3000とか4000手前ぐらいからボーって出てくるんで、うん、これちょっと雨ね、うん、ちょっと路面が今ウェットな部分ありますし、はいはいはい、プラス FR なので、はい、ちょっと踏むの怖いかなっていうぐらいのパワーの出方します。パワーすごいですね。すごいよ。高速道路ってまあ比較的にあの路面は綺麗なんじゃないですか、うんうん、でもその中にもね多少こう起伏があったりとか、うん、まあボコンっていうね、ありますね、それこそつなぎ目とかもね、うん、あります。それで実際 RZ、SZR 高速道路ね、うん、乗らせていただきましたけど、うん、これはね多分ねサスペンション、うん、僕は大興奮ですよ、はいはいはい、アイルトン・セナ、はい、そしてアラン・プロスト、はい、2人のドライバーもう超名ドライバー、もう F1 好きだったら誰でも知ってる、うん、この名ドライバー2人ですけど、はい、の片腕と言われた、うん、寺田さん、寺田さん、そう、うん、がこのサスを担当した、まあ、ダンパーを担当したということで、それもね RZ とかと比べてだいぶ変わってるというお話を聞いたんですが、実際乗ってみると全然違います、はい、確かに。あのねまろやかな感じというかですね、言い方が合ってるか分かんないですけど、うん、高いサスだな。あわかりますよね。ね、価格がこう乗って、おこの動きをね感じ取ると、あ安くね、あ安くないぞ、うん、これは普通のサスペンションではないなっていうのが普通にこう運転してて分かるというか、うん、あの GR スープラって硬いじゃないですか。硬いっすね。あのスポーツモードじゃなくても硬い、硬いじゃないですか、はい、ちなみに今スポーツモードなんですよ。おお、そうって思うと結構しな、本当にしなやかですね。そう結構ね、あの GR スープラスポーツモードしたらバチバチとガッキガキになるから、うん、ね、結構硬い、まあスポーツカーだなって感じですけど、うんうんうん、このね、トムススープラはすごい、もうなんか路面のこのね、うん、あのギャップの掴み方が、うん、うわ、これは上質なサスペンションだなっていうのが、ね、なんか生き物みたいですね。そう、こう掴んでるっていうか、ね、掴んでるっていう、うん、で、なんか前後のね、減衰力セッティングがね、うん、こうできるっていうことで、はいはい、なるほど、やってくれるということで、すごいいいね。いいですね。もともともいいですけどね。もともともね、そう非常に、いいですから、うん、サスペンションね、GR スープラ、うん、それがさらにね、さらに良くなりました。このね、トムススープラでね、ダンパーの開発をね、新たに組み直したということで、すごいね、だいぶまた運転、これ今ちょっとスポーツから戻してみようかな。じゃあマイルドだ、マイルドですね、うん、だいぶマイルド。ちょっとこういうつなぎ目を、あー分かんないっすよね、ごめんなさい皆さん。これはね、まあよく動いてんなっていうのが分かるんですよ、乗っていれば、ね、分かるんですよね、はい、ノーマルとスポーツってあるんですけれども、今ノーマルにしてみて、ね、まあ、さっきよりは断然柔らかくなったなっていう、そう
今高速道路なので、はい、まあ、広い道ということで、はい、だいぶねワイドになって、普通の純正から85ミリ、はい、大きくなってワイドになってるっていう車体ですけど、はい、まあまあまあ高速道路乗る分にはね、うん、全然そういう幅感を感じないかなっていう、あのね、うん、フェンダーのとこ、そう、はいはいはい、ダクトの盛り上がりがあるんで、はいはいはい、結構ね、あの見えるというか、確かにね、つかめるというかね、意外とね、そう、意外とね、最初乗る分時はワイドでちょっと不安だなと思ったんですけど、うん、まあまあまあ、なんかね、いい目印もあるし、いい目印あるし、でもなんか後ろでこ、後ろが出てますね。そう、後ろが結構出てる。助手席からも分かるんですけど。そう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 、うん、見えますよね。見えます。さあね、じゃあこのカーブに関してなんですけど、うん、おお、はいはい。うわあ、すごいな。もう何のあれも怖さもないですね。ねえ、うん。無敵っすね。無敵の、なんだろう、極端な話すると G もかからないというか、うん、極端な話ですよこれは、うんうん、何言ってんだって言われるかもしれないですけど、極端な話するとそのぐらい安定してるんで余裕があるんでしょうね、こう車体のね、うんうん、そうですね、なんかねじれっていうか、うん、そういうたわみみたいなものを感じさせないですよね、全く感じさせない。もともとね、スープラも剛性感がすごいですから。そうですね、もともとが確かに塊っていう感じの車で剛性がすごいので、うん、さらにこれはこの車は、うん、トムススープラは補強をしているとのことで、いや、だからやっぱりこの車本来の力は本当にサーキットなんだなっていうですね、うん、ですね、感じをしますよね。正直一般道だと持て余してしょうがないっていう、そうね、そう、スペックオーバーだなっていう、いや、うん、俺らが乗った GR スープラとはなんか違うな、あのね、こうゆとりがある、余裕がある、ですよね、RZ も余裕はあるんですけど、はい、もちろん、はい、ちょっと余裕の種類が違うというか、ね、本当ですよね、なんかね、上質なというか、はい、うん、トムスの方もおっしゃってましたけれども、はいはいはい、土屋圭一さんがこの車乗って、うん、AMG GT でしたっけ、そうですね、とバトらせたわけですよね、うん、そしたらタイムがなんとあの AMG GT よりこのトムススープラの方が早かったと、ね、早かった、それある、これでね、うん、いや、どのくらいのレベルを、ポテンシャルを持ってるのかっていうのが分かると思いますけれども、相当すごい車ですよね。いやいや、いいですね、よかったな、なんかこう印象が変わるというかね、まさかでもそのオートサロンに展示されている車を私たちが乗れるなんて嬉しいですけれども、かなりね人も見てらっしゃいましたしね、うん、このスープラに関しては、いや、かっちょいいですからね、かっちょいいんだよもう、うん、本当に、ということで、はい、ね、もうあのトムススープラちょっとかっこよすぎんじゃないのって、思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします、うん、SNS のフォローお願いします、はい、またご覧ください、スープラスープラ。